海実線乗り場的場町停留場は、広島県広島市南区的場町一丁目にある、広島電鉄本線、海実線の路面電車停留場。両線の乗り換え停留場でもある。駅番号は、本線が M3、海実線が H3。的場町停留場には、本線と海実線の2路線が乗り入れているが、このうち先に開業したのは本線である。 本線は1912年に広島駅前から神谷町までの区間が開通し、同日に東底流上も開設されている。海実線が開通したのは太平洋戦争下の1944年のことで、当時軍事上の拠点であった広島港への輸送力増強のために付設された。しかし、翌年、原爆投下により、広島電鉄の市内路線は全線が普通となる。 それでも、同年10月には、東帝流城を含む、本線の広島駅前、山口町が運行を再開、3年後の1948年には皆、実線も全線が通じ復旧を果たした。開業時の停留場名を、的場とし、1960年3月30日に、的場町に解消されたとする資料も存在するが、それ以前に停留場名を、 的場町としている資料もあり、表記には揺れが見られる。広島電鉄の市内線はほぼすべての区間で、道路上に軌道が敷かれた、平用軌道であり、東底流上も道路上に設けられている。本線と海事支線の乗り場は、離れて存在し、愛い通りと七三通りが交わる的場交差点の神谷町寄りに、本線、七三下寄りに皆実線の乗り場がある。 両線ともホームは低床式で上下に面があり、2本の線路を挟み込むように配置された相対式ホームである。広島駅に向かう電車の乗り場は本線と開示支線のそれぞれにあるが、広島駅まで近いこともあり、どちらのホームが先発電車となるかなどの案内表示は特に設けられていない。軌道は交差点の遠行場主張よりにポイントがあり、 両乗り場の手前で本線から皆実線が分岐する構造となっている。1955年11月にはポイント操作を無人で行うためのトロリーコンタクターが設置された。海実線の乗り場の広島港側には1982年1月30日に設置された上り線から下り線への渡り線がある。東底流上には 広島電鉄で運行される系統のうち1号線、2号線、5号線、6号線、それに0号線が乗り入れる。東低流場を経由し、本線と海術線を結ぶのは5号線で、それ以外の系統は本線のみを使用する。沿行側の右岸に位置し、東低流場から西側の一帯には高層ビルが立ち並ぶ。南へ徒歩5分の距離には、 大衆演芸場の清水劇場があり、下町風情を味わえる町でもある。ありがとうございます。